か？あれ？今日ダメな日？これみんなには見えてるのかな？私には見えないよ。切っちゃうか。ちょっとごめん、一回繋がってたら切れるかもしれない。これでできたんじゃないか。あ、できたっぽい。できた。こんばんは。今バッチリになった。どうも。今日もみんなお疲れ様でした。今何してるの？ご覧の通りショールームの方を配信しておりますよ。誰かに最近叩かれてない？今のうちに答えないとずっと聞かれそうだから答えておくけど、叩かれてないよ。安心してください。叩かれてません。皮付き変わってないよ全然。ちょっと今むしろあんまりいろんなことを気をつけてないから、いろいろ退化してるかもしれない。ちょっとね、卒業に向けてちょっとブラッシュアップいたします。最近何も頑張っておりません。これから頑張ります。で、一回頑張って気が抜けて、まあちょっともう一回頑張ったから嫌気感が長く続きまして、最近あ、ちょっとそろそろ頑張らねばというに入りまして、今から頑張ります。だから何も変わってないよ。もしそう見えたのだとしたら今照明に助けられているのかもしれません。あ、確かに今ちょうどいい。あんまり今日花粉飛んでなかったのかな。でももともと多分風邪を一回何かで引いて、風邪薬を飲んでて、それが多分きっと喉の痛みとか咳を止めるあれが強いから、今それでごまかせてるのかもしれない。今ずっとねパブロンを飲んでて、あの強いやつ、あのサイン書かないと薬屋さんでも買えないようなあれをもうずっと飲んでて、多分それでごまかしが効いてる状態なので、だからずっとね一日中眠いなっていう、寝ろって出たらすぐ寝れるっていう状態。でも飲まずともなんかもう大丈夫そうな雰囲気が出ている。85ぐらいかな。今買ったお薬を飲み切ったら一回やめてみて、で花粉症の薬にしてみようと思ってる。なんか前に風邪をひいちゃった時に喘息になっちゃった。喘息私の人生に絶対ならないと思ってたんだけど、なっちゃって、それからなんか一回咳込むとねずっと続いちゃうの咳が。なんかそういう癖ついちゃったのかな。そうだから電車の中とかすごい風邪ひいてる時に電車乗るのがすごく怖くて、そう一回ねゴホンゴホンってなるとね止まんなくなっちゃって、日本人だけのさこの車両の中ってすっごく静かじゃない。
そうだからその時にさゴホンゴホンってなっちゃったりするとすごい、あーごめんなさいごめんなさいごめんなさいっていう気持ちになる。そうなの、隣座ってる人とかも嫌ですよねって感じで、だからすごい緊張しちゃう、席なりませんようにってすごいここになんか集中してならないでお願いみたいな、ドキドキする。それがね、じゃ可愛いとこじゃないの、本当に本当にこれね苦しい、なんか心臓ドキドキしちゃう。それで本当にもう風邪ひくの嫌だなって思ってるね。学生の時のわーい体調悪くなった休めるぞとかそういうのじゃないの、本当にもう真面目に体調崩したくない、本当に今はシンプルしんどいです。あでもね、そのピークはね超えたから今すごい元気、大丈夫、治ってきたし万全の状態でインドネシア向かいそうです。前の時にもらったね、あのお医者さんからもらった処方してもらったトローチとかがなくなっちゃって、うわーやばいなーって思って、まあそれはね市販のでも大丈夫か。あれだけもう一回欲しいな。そうだよね、向こうあったかいよね。でも花粉の薬とか持ってった方がいいよね絶対ね。30度超えてるの、わー、あーそうだね、おだりとね卒業旅行っていう感じだよね。2人でって本当に初だよね、2人で海外って。あんまり今までの AKB のもないよねきっと、少なくてもソロなのか3人なのか、踊りをやるにしてもフォーメーションが組みやすそうな人数って言ってたなっていうイメージだけど、私が知る限り2人はあんまないような。やる楽曲とかのねフォーメーションを考えたり、先生もいたから助けてもらったり、久しぶりかな。そうだね、ボラカイ島以来かな個人的には。あれそうだよね、多分フィリピン行ったね。楽しみだな、ボラカイ島もすっごい景色綺麗で、海もねすっごい綺麗だったな。うん、日本ではまだコロナ？っていう空気感だったな、その時は。冬ぐらいにニュース出て、私2月とかにボラカイ島行ったんだけど、確か帰ってきたらちょっとあれあれ、ちょっとこれ一言じゃないんじゃないの、やばいんじゃないのっていう空気があった気がする。茨城のツアーの延期になっちゃったやつのリハとかやってた時で、でフィリピン行った時はなんかポイントポイントで車の中にいても熱を測ったりとか、そんな空気感だった気がする。本当にもう最初の初期だったね、4月になったらねもうお家にみんないましょうねってやつだったもんね。
でもね、ああいうマスクしてとかお家にずっといてっていうのあと、こういうのって5年ぐらいやってるのかなって、それが当たり前になるんだなって受け入れてたけどさ、でも少しずつこうね、今やああいう生活もしてたんだねっていう感じになってきたからよかったよね。ストレッチお姉さんの話は大丈夫ですよ。別にあれにはそんな思い入れはないのでそれは大丈夫かな。大丈夫。写真集売れてるって、わかんない、ネットのそのアマゾンとかああいういろんなところではどれぐらい売れてるかちょっとまだわかんない、わからないんだけど、でもその特典でファンクラブとかオンライン、あと直接みんなと会って握手できたりとかチェキが取れるよっていうような特典をつけてるものに関しては想像を、私は最初はどれぐらいっていうのはまだ知らなかったんだけど、後から追加販売ってなった時に数はこう知ったんだけど、でも本当にえこんなにっていう感じで、すごくそちらの方はあのよかったって自分でもホッとできる LINE には、そこはね、あとはもう全然知らないから、その最初の売り上げで数字出るみたいな時はそれもまだちょっとドキドキしてるんだけど、でもひとまずはねちょっとあよかったって変なドキドキはせずにその数字は聞けるんじゃないかなって思ってます。まあね、これからずっと売っていくものだから期間限定とかそういうものではないからね、最終的にいろんな人が見てくれる書店に並ぶのもね、そこからが勝負だからね。嘘、買えなかった？多分絶対きっと買えてるよなと思ってた人が買えてないって今あったから、嘘、買えてると思ってた。そうだったんだ。ごめんね。でもねあのサイトたまに覗いてみると、あの支払い忘れなのがキャンセルされた分なのかがいきなりパッとね、あれ買えてるよ買えるよっていう状態になってる時あったからあるのよ。そうだから本当にもし超絶暇でみたいな時に覗いてみるとね、意外とね買えたりするのって言ってたみんなが買えてるぜがそれを言ってたよ。あ、今日の朝も復活してたって。まあ、私としてはキャンセルしないでよっていう気持ちであるけど、でもまあ買えなかったって言ってね、そんな嬉しいことを言ってくれてる人がいるのであればね、そのチャンスを掴んでほしい。なんだ、なんで音がする。え、怖いな、なんで音したんだ。揺れた？今地震あった？ないよね。なんかコソコソって音したんだけど、なんでだろう。なんだろう、怖っ。
暖房ここにしかないからならないはずなんだけど。最初の打ち合わせでどれぐらいの大きさにしますかねっていう話で、こんぐらいの大きさになりました。わかんないか、こんな感じです。何のサイズ、これ B5 ぐらいかな。 A4 ではないな、この大きさ。 B5 だと思う。そう、実際に完成したらこれぐらいになりますよって感じで、これはね、なんだこれ、なんて言うんだろう、お試しのもらった。この方がなんか持ち帰ったりするときにはすごいコンパクトで、こっちの方が手に取りやすいみたいな、なんかそういうこともおっしゃってて、私女性とかはこっちの方がこう好む人が多いよみたいな、そんないろんな集英社様のいろんなねお話とかも聞きながら、参考にしながら。そんな分析をしてるのは本当にいろいろね、いろいろ聞いた。もう怖いもんだって。どれね、もしこれとこれとこれの写真だったらどっちの方がその男性目線的にはどっちの方がグッときますかって分かんなくて、それも聞いたりした。いやもう直接的にもうね、自分がね、もちろんその女の子にもこんなのを見てもらいたいなっていうショットもあったりしたけど、でも私のファンの人やっぱりそう男性が多いからね、みんながいいなって思ってもらえるのにしたかったから、もういろんな、ね、こう今までこう良きとされたものたちはどんなものが多かったのでしょうかとか、いろいろね聞いて傾向をね。でもちゃんと自分でこういう写真、あこのショット好みだな、この顔いいなと思ったのをそうすごい反映してもらったので、ただ個人的にはこの、あちょっと今ミュウの写真集がここにあるので言うと、これはカバーで、これが本拍子って言うんだって。私は知らなかったんだけど、で今エスカルゴっていう秋元さんがこう考えてくださったね、エスカルゴっていうタイトルがあって、それが今SNS 出したのがこうやってあって、私は個人的には本拍子の方がグッときてる。そう、そのシーンのやつは昨日ちょっとウィーバースにあげて、あれがあれはあれじゃないんだけど、あれと同じシチュエーションのところで撮ったものが私が一番お気に入りで、あれじゃないんだけどね、でもあの衣装と、衣装っていうかランジェリーか、ベッドの上でみたいな、あれベッドの上なんだけど、それがね私的には一番いいし、写り的にも、あもう中村さんに撮っていただいた感じのすごい妖艶な感じでいいなっていう。またインドネシアから帰ってきたあたりでまたなんか報告できることが、その時に情報解禁できそうなものがあるので、
ところどころりんちゃんのスケッチないの。ちょっと今回はねあったの、いろいろポストカードもしようかなと思ったけど、やっぱりねーって、それはまた、ま、違う機会とかにちゃんとそれにね、そのテーマでがっつりそういうもので作れるかもしれないから、今回も写真集っていうものに振り切って、もうアイドル感のとかじゃない、もう大人の自分のねそういうものをね出す一冊にしようと思って、今回はちょっとねその要素はないです。待って、やだーって今の私のどの辺にどの辺にやだーって言ってるの、どれどれ、フォトブック、でもフォトブックってすごいハードルが高いって言うんだよね。違いって何なんだろうね。別にそんな文章はいらないぜってこと私はなんか女性としてこの好きな女優さんとかさ、アーティスト、アーティストっていうのかな、アイドルのが出したフォトブックってなったら、え、どういう生活ライフスタイルなのかなとかさ、どういうメイクなりなのかなってすごい気になって、もう絶対買うってなるんだけど、男性的にはそんななのかな。写真重視かどうか、あーそっか、やっぱそっか、世の子、やっぱ大人の方も、いや断然やっぱりフォトブックよりかは写真集の方が、まあ、みんな買いたくなるよねみたいなお話だったので、その人のキャラによりけり、あーそっか、ひーちゃんのフォトブックはどんな感じ？え、ひーちゃんはあれ写真集にならないんだね。あれフォトブックなんだ。ひーちゃんもさ、メッセージすごい丁寧に書いてくれて、そうくれたんだけど、私はあれ写真集と思ったけどね。いろんな写真家さんとか。デザイナーさんっていうのかな、4人だっけの人にいろんなコンセプトの違うな写真をこうテーマごとにロケ地ごとにみたいな感じでね、ひーちゃんのフォトブックなんかかっこよかったよね。私も写真集ね、あのちょっと長めのインタビュー載っけてもらってるのよ。うん、さあこの間いつもねあの AKB の取材とかで来てくださってる方がさインタビューしてくださって、あるよ。あで、ね、それあれそうだね青木さんはね、ね、ちょ会社違うかもしれない
青木さんはね、公文社さんじゃなかったかな。私今回は集英社さんから出していただくので、もしそこで青木さんが来たってなるとちょっとね、少々問題が生じるかと、おろろというね。気まずい感じになっちゃって、この間ウィーバースでさ見せたイヤリング、ちょっとまあ片付けてなくて近くにあったんだけど、かわいいなーって。ほら見て見て、ちょっと写真だと伝わらなかったんだけどさ、こんなにキラキラなの、かわいくない？伝わる？このキラキラ、めっちゃキラキラじゃない？かわいい。ほら今キラリンってなった。すごいエフェクトついてるみたい、かわいい。つけてないのよまだ、今初めてここでつけるよ。めっちゃかわいい。かわいい。どうだ。ピアスは開けない、やだ怖い。私はね、ちょっとその勇気は出ませんので、私はイヤリング派です。なんで、ありが、かっちゃんありがとう。光り輝くクマちゃんが飛んできた。ありがとう、嬉しい。写真集5冊あげたい気分だ。ごめんね、まだすられてないからないけど、これあげたい気分だよ。ありがとう。嬉しい、ありがとう。光り輝くクマちゃんとは、かっちゃん、完成するのかな。もうそろそろ出来上がってくるのかな。この間最終的に私とマネージャーさんと担当の方と一緒に写真一枚一枚この感じでいいかなっていうのをチェック、最終チェックをして、まあ多分いろいろ今2冊のあれとなんかやってるんじゃない。わかんないけど。そう、いろいろ知らないことを知ってすごい勉強になった。なんか4色で表現するから1枚の写真があって、なんだろう、あれ何色があったっけかな、黄色と赤と青となんか色あったんだけど、でこの部分がちょっと暗いのはこの色、このこれが強いからこういうのになるから、もうちょっとこっちの色のあれをみたいな。ああ、そうそう、それそのやつ、そのやつ、コメントにあって、今ちょっと流れちゃったんだけど、あーすごい詳しい人がいる。もうちょっとこの墨を取って明るくしてとか、なんかそういうことをされてた。私にはちょっとわからない世界だったんだけど、そういうのを一枚一枚ちゃんとやって、本当にこうそのまま撮ったあの時の鮮やかさとか、そのままの世界観をちゃんと紙に印刷した時に現れるように、すっごい細かくね、忠実に写真で再現できてるようにチェックされてた。あー、黒もあった気がするな。なんかやっぱちょっとこう黒が強いですねとか、なんか
炭って言ってたかな、強いなって言ってた気がする。そう、でも日立の海もそうだし、やっぱり沖縄とかの海の青さ、あの色鮮やかさはすごい。あれはもう本当に直さなくても全然そのまま、私がこの目で見た本物の色合いそのまま表現されてた。すごいあれ。じゃあ私はもちろん映ってるんだけど、その海の綺麗さがもう綺麗だなーってなる。え、海綺麗ってなった。日立もね海綺麗だったんだけど、でも本当に天気が恵まれてて雲もいい感じにあったから空綺麗だなっていう。よかった日立の良さも。でもみんなわかるかな、ここ日立っていう場面。日立日立、ねえ、色香って言うんだね。初めて使った10年の中で。波の音が聞こえる今。あ、これはあのねあれですね、暖房の色。あ、色じゃない、色の話だから色って言っちゃった。暖房の音だよ。ちょっと強めに今あったかい風を送ってるの。そうなんだよ、やっと咳が止まったの。今もちょっとね鼻が詰まってる感じはするんだけど、そうでやりたかったの、ショールームやりたかったんだけど、なんか咳込んだら止まんなくなりそうで怖くてちょっとできなかった。今は大丈夫。写真集見て場所探す、ちょっと難しいと思う。日立はねホテルと海で撮ったの、だからホテルはね難しいと思うよ探すの。まあ発売されたらロケ地とかも書いてあると思うから。さすがにホテルはね、まあ、地元だからホテルに泊まることなんてないんだけど、でもずっと憧れてた、ちっちゃい頃から下から眺めてたホテルだったから、なんかどうなってんだろうっていつも思いながら幼少期から過ごしたけど、撮影で実際に私泊まったし、その撮ったホテルの部屋、うん、海は本当にもうちっちゃい時から赤ちゃんの時から行ってたから、まさか写真集撮るためにカムバックするとはね。いいね、なんか一人釣り人がいた、不思議に思ってただろうな、なんでこんなかね極寒の海で水着なんだろうって人もいっぱいいるし、このご一行は何なんだろうって思ってただろう。自撮りした時に釣り人が写ってた。発売されたら何かに載せようと思っている。気まずかった。
フの秋元さんです。ああそうなんだ、納得。 AKB の新曲聞いた？この部屋で初披露をセリちゃんとテレビで見守っておりました。可愛くていいなって思いながら見てました。見たことない。大体みんなもうちょっとなんかね、なんか船とかある、ああいうところから釣ってない？砂浜から竿投げてる人ほんと初めて生で見た。いるんだあの辺魚、知らなかった。潮干狩りとかは行ったことあるけど。え、どうもりそうじゃない？魚影がある近くで走っちゃうと逃げちゃうから、こっそり歩いてどうもりの魚釣り。カレー、釣れるんだ、ヒラメ。知らなかった。そこで釣りしたことはないや。キャンプ行った時とか釣りやってたんだけどな、アユとか。福島だね、ちょっと茨城ではないな。私猪苗代とかあの辺ではお父さんと一緒に釣りやってた、家族で。うん、川釣り、川&猪苗代。つかみ取り楽しそう、いいね、それやりたいな。いいね、レジャー行きたいな。時間できたらお父さんに連れてってもらいたい。裏磐梯よく行く。あ、本当？いいよね、裏磐梯大好き。私も免許取ったら一人で行きたいな、猪苗代行ってみたい。え、その辺行くんだったらさ、世界のガラス館とか知ってる？裏磐梯好き、よく。え、ほんと？え？岡部家はいつもそのまま帰ったら喜多方行ってラーメン食べて、なんかお酒作ってるところ、なんか入れるみたいなところがあって、お父さんはいつもそこ行ってたな、桜に行って。世界のビール館とか猪苗代あるよね。大人になった今行ってみたいな。私はビールあんま飲んだことないから、飲めるようになったら楽しそう。ああ、確かに一人で運転じゃダメじゃん。この旅成立しませんね。見学だな。猪苗代でバーベキューした。羨ましい、楽しそう。猪苗代の近くではない、私は山だったから。そうなんだ、ダメだこれ。誰かやっぱ連れてかないと旅できないな。やってよ運転手やってくんない？一緒に行こうよ
私も時間できたら取りに行く。楽しみなことのうちの一つだね。世界広がるだろうな、自分で運転できたら。ミュージカルの皆さんでツアー組む。ミュージカル、ミュージカルは今ないですね、予定。りんちゃん下手そう。え、運転かの話？いえ、できるんじゃない？ちょっと駐車は自信ないけど。まあ、ちょっと高速道路はな、怖そうだなと思うけど、大丈夫じゃない？バックするのとかなんかね、今でも映像見れるもんね、駐車するよーって時。あれ全部自動でやってくれたら助かるんだけど。なんでそんな私の運転に対してさ、なんでそんな私なんかそういう面で不器用なところ見せつつこうあったっけ。意外とこういう時うまそうって言ってもらえるものだと思ってたんだけど、なんかぶつけそうとかさ。ダメじゃん、ひどいんですけど。え、うまそうじゃない、自分で言うんだけど。ひどいんですけど、なんで。あ、だから僕が乗せてあげたいっていうことか。あー、ごめん、気づかなかったよ。そういうことか。ごめんごめん、そうだね、ここは私がね起点を聞かせて、じゃあ助手席に乗せてくれないって言うべきだった。あー、しくったぜ。何これ、でも大丈夫。この間、まあ、比べちゃあれかもしれないけど、あるロケで、まあ、ちょっとなんか実際の免許がないと乗れませんじゃないけど、なくてもレジャーみたいな感じで楽しめる、なんかそういうのを乗ったの、自分で運転して、それで勝負みたいな、まあ、一緒にしちゃいけないのかもしれないけど、いや意外とうまかったよ。カーブとか、カーブしかしてないけど、乗りたい車？私的にはちょっと家にあるのがあるので、それの大きいやつ。お兄様がかっこいい車を乗ってるので、それと同じ感じのやつが、形とか。貸してくんないかな、あれ。ランクル？ちょっとイントネーションわかんないですけど。あとはパジェロ、今ないけど昔はラシーン乗ってた気がする。なんかああいう形が好き。ドゥン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 みたいな。角張ったやつ。
うちがずっとそういう車乗ってるのでそういうイメージしかないやね、らしい夏い今見なくない？ねえ、いかつい系、いかつい系なのかな乗ってたらかっこいいって感じのがいいな。そう、今うちはランクルですね。チェロキー、え、初めて見た、それを。そういうのがあるんだ。ジムニーシエラ、かわいいやつ。待って、もうなんかどんどんわからない種類がいっぱい出てきた。あれ、嘘。そうなんだ。あ、なんか今荷物が届けられなかったよってメールが来た。お洋服だ。ああ、明日受け取れるかな。こないだお洋服買った時にそう配送にしちゃったから。何の話ってね。展示会、あ、展示会のやつはすぐに届かない。私この間初めて展示会というものに、お洋服の初めて行ったの。初めて知った世界でしたね。ああいう場に行くとやっぱおしゃれなね、そういう感じの方がいっぱいいらっしゃるから、なんかすごい自分なんか こうなっちゃう。あ、なんか、あ、ごめんなさい、なんかこんなおしゃれな空間にすいませんみたいな気持ちになる。あんなとこもね、ちゃんとした格好じゃないともうダメだよあれ。でも逆にこう美意識が高まると言いますか、こう気がね、こう引き締まると言いますか、もし行けるのであればああいう場にねちゃんと行って、こうね定期的にこう戒めをちゃんとしなきゃっていう気持ちに自分をさせないといけないなって思った。展示会はお洋服を見るところだけど全然関係ない、そういう気持ちになりました。ヒダヤとマルちゃんと言った。二人は元気？うん、あんまりそんなに長くは話せなかったんだけど、ね、短い時間しかちょっと一緒に行動できなかったんだけど、でも二人の近況を聞いたりとかしててすごい楽しそうだなと思ったし、それぞれ今ね、いる場所、その人たちにこう愛されてるなって、なんか会話をしててそういうのを感じたから、みんなね新しい場所で新しい人間関係を作っていって、でもそういうそ、ね、先に卒業してった子たちがそういう明るくなんか
楽しく幸せそうにやってるのを見て安心したし、自分もそういうになればいいなって思ったから、うん、会えてよかったなと思った。うん、もう私ももう本格的に実感し始めてきたな。今もねレッスン場行ってあと何回ここ来るのかなって、もう自由に出入りはできなくなるからなと思ったり、みんなにここでおはようって言うのは、だってこれからはさ絶対久しぶりになるじゃん。毎日やってるテンションのこのおはようとかお疲れとかさ、もうほんと数回なのかなとか思うと、一人で勝手にしょぼーんってなってたりしてるよ今。まあその17日も夜にセレモニーをね、少しお時間お借りして、みんなの時間お借りしてやらせてもらえることになったんだけど、そのねリハーサルとか準備も打ち合わせとかしてたりするんだけど、ちょっと逆に選曲ミスしたなと思っちゃって、良すぎて選んだ曲の曲調というか泣かせに来てるやんけみたいな選んだの自分なんだけど、もう最高なんですよ自分的に。歌が私にとってもこう思い入れのある曲で、で今日朝からそのリハーサルをみんなにも協力してもらってやってて、音楽かかった瞬間からもう勝手に一人でマスクの中で涙腺崩壊してしまって一人で泣いてた。そうマスクの中で大号泣してた一人で、絶対みんなにバレたくないと思ったんだけどゆいゆいにバレました。ゆいゆいが一番近い場所に来てくれる瞬間があって、もう一人でこうステージみたいなリハでやってる時にもうイントロ流れた瞬間から私もさダメだ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 って思ってたんだけど、もう涙で視界ぼやけちゃって、早すぎ笑ったってねダメだったな、そういうの自分大丈夫だな大丈夫だろうと思ってたんだけど全然ダメだった、あの曲調がいけない。ねえこの10年が終わるよってついに。じゃだって普通にやっててさ1対みんなみたいな図になったことないからさ、これはもう卒業する人にしかわからない景色なんだけど、当たり前だけどそれを見るのが今日初めてだったから、今まではこう見送っていく立場だったけど見守られてるっていう図を今日人生で初めて経験したからちょっとびっくりしちゃって、あ、こうだったんだ今までみんなっていうのもいろいろこう込みで、そしたらもうなんかねやばかった今日。誰であんな 今までのことを思い出すとか、そんな作業を頭でしてしまったらもう何にも歌えなくなっちゃう私。卒業公演の方も今日ずっと
お世話になっているマネージャーさんと本格的に打ち合わせをして、この曲ではこうでみたいなこともやってきて、いよいよという感じですね。あ、この私の喋ってる空気感でコメントもちょっと私に気を使っているような真面目な空気になっている。なんか気を使ってくれてるの優しいねありがとうしんみりしちゃったの？あの、全然しんみりしなくて大丈夫だよ あ、わかった。今泣いてたんでしょう今あなたの周りには涙と鼻水を拭ったティッシュでいっぱいになっているんだろう。泣いてるの。ああ、そんなあなたに下を見るファースト写真集自分の出したかったけどないからさ、うん、拍手だけどエスカルゴミュひーちゃんのはちょっと本棚2回綺麗にしまっちゃった。あそこにある、これがあれば寂しくない大事大事。しんみりしてきたところでちょっとね、ミユの写真集でも見ようかな。じっくり見ましたよ。私がね好きなページはね、ミユこれメイクしてなくない？本当にしてる？してない気がする。ミユはね本当ねしてなくて可愛いんですよ。下を見るファンの見解的にはどうなんだ。してないよねこれ。すっぴん。かわいい。キャワキャワ。なんか昔から本当1年目の時からミユのグラビアとかの画像がデジタルでネット上に上がってると保存しちゃう。48タイムズで出てたミュウの水着の写真もめちゃめちゃ綺麗すぎて同じ画像3回くらい保存しちゃった。かわいい。ミュウどうしてそんなポーズしてるのっていうのがねいっぱいあって可愛い何してるのかなっていうのがね可愛いんですよ。お綺麗。ごめんね一人で勝手に楽しんじゃって。何ページでページ数が書いてないから言えないな。一つ言えるのはみゆさんはお風呂43度なんだね。43度のお風呂に入ってるというネタバレ。これは言っても怒られないと思う。暑くない？43とか絶対私入れないな。死んじゃう私。お風呂場で倒れちゃう。結構暑いよね。なんかこれしれっと43ってなっちゃうけど暑くない？
大丈夫かな。ねえ、これはなんか東京じゃない、東京では撮れない、なんかそんな表情がいっぱいだなと思った。うわ、きれい。これ絶対なんかのポスターにすべき。ミュウのさ、これくれてさ、ミュウのあのアカウントでリアクション動画みたいなのも撮ってくれてさ、できたら1分ぐらいに収まるとって言われたけど、1分じゃ無理、語れないよ。おお、見た、持ってるね、背中、わかる、背中すごい綺麗だよね。キャワキャワでした。少しと言いつつもこんな時間だね。なんかごめんね、遅くて始まるの、すいませんね。ありがとう、私の写真集も楽しみすぎるって。やったー乞うご期待でございます。オフショットで満足してそう、わかる、その気持ちも。でも本当にもう良すぎて、いろんなねの中でもさらにいいなというものをね、本誌の方に。私はめちゃめちゃ持ってるの、オフショット。でもまだ出てない衣装とかもあるから出さずに我慢してるんです。発売されたらでも結構急いでいろいろね、ウィーバースなんか特に出さないとね、 SNS もああいうのも卒業のあれとともに、あの配信が終了になるので、発売ってなったら焦っておっしゃっと出すかもしれない。もう終了になっちゃった。嘘。ダメなの？見れなくなっちゃったか。じゃあもう写真集買うしかない。そうなんだ。なんか結構うん見れませんっていう人が多いね。ビーバーさんの不思議契約のせいだ。お、定期購読にしたので最後までお付き合いします。よろしくお願いします。じゃあ仲良しのお友達が撮れてたら見せてもらってください。
お風呂祭り、あピクミンさん、あの報告してないだけで、いますよ、ぴょこぴょこやってますよ、泣いてますよ。じゃあ今日あげるね、ピクミンさん。でも色をさ少ないから今回はあのヨッシーに比べてもうすぐ揃っちゃうでもみんながすごいさピクミンちゃんの苗をたくさんプレゼントしてくれるものだから卒業までピクミンでいけそうだよ、それぐらい持ってる今私ありがとうくれて、毎晩楽しいよ。ちょっと忙しいとねお湯に浸かるってまでいかないんだけど、ちょっと力尽きちゃって、じゃあ今日はじゃあ孵化させますわ。そんな感じでじゃあ明日も皆様頑張ってください。私は明日そんなに大変なことはないので健康に気をつけて無理せず生活します。頑張ってみんな。2月ラスト、私もカウントダウンが始まっていきます。そう、私は3月の頭にも3日が本番なんだけど、それに合わせてインドネシア行ってきます。まあその前にもなんか配信できそうだったらしたいんだけどね。あーでもみんなまだ私の卒業日とか知らないのか、発表されてないもんね。もうちょっとで発表できるのかな。まああの辺です、あの辺でいなくなります。旅立ち、制服の羽恥ずかしい。あと何分だ、57か。配信も見れなくなる。え、いる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 。あ、これはショールームはずっとやるよ。ショールームもあと少しなんやね。いやいや、ショールームは今後もあのやりたい、やらせてくれるかなここが一番新しいのちょっとわかんないな。私はこのままここでやりたいんだけど、うん、このルームにもお世話になったな。すごいすごい最高感出すじゃんここはちょっと続けていきたい、できれば。うん、アカウントもこのままやりたいとはお伝えしてるので、なるといいね。はい、じゃあ終わりの時間、バイバーイ、おやすみなさーい。まだね、目がもう泣いたからすっごい目がもうねしょぼ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 して、もう目の調子がもうやべ、もう
開かん。バーイ、頑張ってね。どこ？ピクミンね、そうね、やるやる。おやすみなさーい。かっちゃん、くまちゃん、ありがとう。バイバイ。